皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もデビルメイクライ5遊んでいきましょう。さあ前回ですね、ミッション8、魔王を攻略したところ、ただ再びイルゼに敗れてしまったネロ君で、今日ね次のミッションに挑んでいきましょう。今日ミッション9、ミッション名発端。ノックぐらいしろよ、モリソン。そうか、それは失礼。いい知らせと悪い知らせがあるが、どっちから聞くか選んでいいぞ。どっちでもいい。じゃあ悪い方から。パティお嬢様がお怒りだぜ。誕生パーティーにお前を誘いたいのに電話がちっともつながらないとさ。電話は止まった。ついでに言えば電気も水道もね。そんなこったろうと思った。いい知らせは、なんとでかい仕事だ。前金でな。前金か、そいつは結構流れねえ便所にも飽きてきたとこだ。水道、ガスに電気代立て替えといたぞ。お前さんの取り分でな。デビルメイクライ。なんて、ちょっとなんて、今まで何回かけたと思ってるの。やっと繋がった。今夜が私のバースデーパーティーなのよ。なんと18歳になるの。もうこの…オーケー、モリソン。仕事の話だ。そうすりゃ、お嬢ちゃんの誕生日会に出ずに済むからな。いいだろう。欠席と伝えておくさ。よし。あれが依頼人だ。話を聞いとけ。俺はレディとトリッシュを連れてくる。あ？待てよ。俺一人で十分だろうが。言っただろう。でかい仕事だ。人手がいるのさ。まず、名前は？名前などない。まだ生まれて2日目だもの。冗談だ。V と呼んでくれ。わかった、V。頼みたい仕事ってのは何だ？強大な悪魔が蘇ろうとしてる。力を貸してくれ。その手の話か。今までもそんな依頼なら5万とあったが、どいつも肩透かしだったぜ。今回は違う。違う？どこが？根拠でもあんのか？その悪魔はお前の戦う理由だ。悪魔の名は？そういうものはことの発端、 V が依頼したんだ、ダンテに。で、ダンテね、生活に困窮していた。ガス、水道止められた。あと電気も。あとさっき出てきたあのパティね、確かね、あのアニメ版の登場キャラかな。幼女か。あれも懐かしいな。だいぶ前。あれも十何年前じゃない？さて、で、プレイキャラ。これ V か。よし。まずクイックプレイ。これ取って、あと強化ね、硬くしよう。ここのですね、そう、シャドウ耐久度アップ45,000。これ買うほかないと。回復力アップ、これもかな。よし。でさらにグリフォン、これも取っとく。耐久力アップ、これと、さらにそうニガル、たっけー。あっという間に金が減っていく。ダブルチェック、これも買っとくか。
さて、他どうするかな。ブロッケード3。これ買っとこう。よし。で、9割ゲット。残り3万8000円。他そうね、シャドウコンボ。これはちょっと待ってね。保留。ヘッジホグ。これも一体かな。と、スキュア。これ買っとこうか。針でぶっ刺す。で、乗ることができる。よし。後方前方三角ボタン。でもこの V さんね、なんかね、バージルとのつながりを感じるんだよな。どっちも頭文字 V だし、つながりがあるのか。で、ナイトメア。これ一旦保留でいこうかな。プロモーション。と、ドミネーション。イリーガルムーブ出現時に丸ボタンを押し続ける。イリーガルムーブ。あの、特殊なムーブか。なんかね、ワープしていた今。よし。さあ、これで行きましょう。そして悪魔の名前。あれなんだろうね。ユリゼンとはまた違うのか。魔剣スパーダの気配は近い。キモい悪魔。あれ初登場。あっちか。行ってみよう。後ろこれなんもないか。キモい悪魔。まあ、キモいんだけど。こっち。これないかな？ないね。よし。こちら。さあ、サーフィン。いいね、これ結構早い。で、戦闘か。これもやっとくか。ランク下がんないといいんだけど。まずこいつ。よし。たった2体か。今のスルースでしようかな。どっちかっていうと。さあ、この奥。写真からベヒモス。こいつこれ硬そう。だいぶ待ってね。オート化しよう。頼む。あぶね。しかもザコがいる。あこれ硬いな多分。ライフの減りがすごい。全然減らなかった。よし、まず一匹やったんだけど、ちょっと待って、ちょっと待ってね。そう、危なすぎんだろ。よし。行って、なんかに引かれた。こいつ。次。ヘルカイナ。よし。からの、ナイトメアちゃん。よし。これ、飛べ。で、妖怪大戦争。頼む。ビヒモスやってくれ。ナイトメアちゃん。頼むんだ。あ、これやっぱ強えな、ナイトメア。さあ本読んで押した。 OK。 あの読書強えな。ゲージ回収が本当に簡単にできる。でもう5917。よし、あふりすぎなんだよなこの子。ランク本当に稼げる。でこっち、ここもね、なんか隠しエリアありそう。オーブ取って、あとここに、これ何？何でもないか。シークレットミッションでもない。赤いレンガ、まずこっちか。バーッと行こう。あ、待ってね、そこに何？こっち。これは非常に怪しいぞ。
銃のどっち？多分正面。あ、これこっちなんだ。あ、そう。あ、待て。敵湧いてる。いつの間にか。さあ、鳥ちゃん。電撃貯めて。おら！あんまり効いてない。これはナイトメアかな。お見通し。これ待ってね。何のトロフィーこれ。お見通し。壁の一部を破壊する。壁を破壊したらしい、たまたま。あ、そこか。正面か。よし。さあ、ぶっ飛んだ。2匹目。どうだ？あとは？そっち。こっちか。よし。さあ、行きました。で、再び金曜部。これ、よう出るな。あんまり求めてないんだけど、金曜部。え、なにこれ、こっちでいいの？ね。いや、でもこれ、隠し通路のはずなんだよな、こっち。ちょっと待ってね。こっち行こうか。順路が謎い。さあ、ナイトか。こいつか。で、さらに、これがいる。名前忘れた。なんだっけ。バフォメット。よし。自動化しよう。いいよ。さあ、一匹いった。待ってね。まずこいつ。からのこいつ。よし。そう、あれがね、結構遅いというか、隙がでかいんだよね。さあ、さらに、自動化。振りがでけえ。待って、回復。シャドウがまずいな。一旦引かせよう。こっちはこさせる。よし。まあ、ここもナイトメアかな。やっぱり硬いやつ出てきたらナイトメアだ。弾かれるしな。またこのピロバット、ピロバット。よし、こいつだ。こいつ硬えな。よし、最終的に SSS 取れればよかろうなんだ。ナイス浮かせ。どうだ、こいつ硬すぎない？これ。よし、いた。いただきます。これ多分こっち順路じゃない？行ってしまっていいのか。あとここに多分シークレットミッションで、さらにそこにオーブ、あっち側か。オーブ側だとなるとあっちか。まずこっちだ。ピャーっていこう。よし、おそらくこっちがシークレットミッション。てかのオーブか。まずオーブね。さあ、どうかな。どう？オーブなくね。よし、まずお尻をかっちまって、この子。よし、針。これ結構強いのか、多分。溜めてこうね、ズバッといく。おそらく強いと思われる。さあ、オーブ。わしの大事なオーブちゃんは？こっちか。これね、どうしようかな。ちょっと素通りするか、一旦。時にはスルーも大事。おや、なくね。そこに赤い輪。あれれ、困ったな。これどうなってる？
ん、で、落っこってきた。これまさか、さっきのとこ？あ、これ違うんだ。これは謎いぞ。迷路か。待ってね、もう一回行こう。そっち、そこね？そっちっしょ？ここなかなかに分かりにくいぞ。まずそっち。ここもね、どこら辺だ？よし。来い。よし、よかせ。よしよし。さて、で、これ壊して、次。次なんだよな。ここじゃない。そっちの方なんだよね。さらに奥。あれ、どう行くんだ？そっち。これ待ってね。一旦降りるしかない。これはそこなんだよな。あ、多分あれだ。ここもか。ナイトメア。やってみるか。これどう？壊せんの？悪夢を見せてやろう。よし。オッケー。これはむずいぞ。で、さらにオーブ。これ3つ目かな。よし。つまりゲージがないと無理か、今のところ。根っこを遠隔で壊せる。さて。で、どっから見る？ちょい上の方。ここだわ。よし。カメラがなかなかにえぐい。どう？さあ、ミッション6。20秒以内に悪魔を全滅させろ。やってみよう。火力重視。さあ、20秒。まずこいつか。触手。敵の編成がよくわからん。よし。さあ、ラスト。こいつか。どうだ？今の何？ギリギリダメ？マジか。もう一回。今のダメか。刺さった瞬間だった。さあ、まずは走ってって、こいつ。よし。ここら速攻。からの、こいつら。まとめてやっていければいいのか。よし、いった。よし。いったろ。よしよし。敵3人か。まだ優しい。さあ、多分これ4つ目かな。アップするはずですね。残り4ゲージ。さて、で、ここ突破して、次。ようやく先。ここ迷うね。オーブ。これ道しるべか。よし。後ろ、これないか。こっちだ。ここどう？あの、キモい悪魔は？静かでな、ブイ。まだ来ない。思い出してんの？否定はできんな。俺にとって苦い思い出だが。あ、でもダンテもここの出身だっけ？レッドグレーブ。ということは、バージだね。で、さらにブイも。ということって話だよね。やっぱりブイとバージル。なんか繋がりがあるのか。で、何？そっち。そっちなの？ちょっと待ってね。そっち。ね。あ、これ飛んでいけないか。無理だ。こっちだ。なかなかね、考察まずいね。展開がうまい。情報の与え方がね、絶妙ですね。よし。あとね、さっきアップしたヒストリーオブ DMC。これ特典映像があるんですけど、それによって DMC2 がね、一番後ろの作品ではないってことが確定しました。1の後らしい、どうも。今までもずっと未来の話？一番最後尾っていう風に思われていたの。DMC2。さあ、これは強制戦闘。やれよか。あ、でもまたこいつ来る。こいつ嫌い。まあ、好きな人はおらんわ。
肉屋さん。さあナイトメア頼む、仕事をしてくれ。結構ね気分屋さん彼は。よしで、ピロバット、こいつらは普通にやる。レーザー危ねえ、待ってね。あ、ヘルカイナいた、マジか。よし2匹いる。はい、さあひるませて、こうだ、次。よし今のは連鎖。あ、こいついってる。よし、ほわーってなってるんで死にました。 OK。 さあガンガン先に行こう。今ミッション9か、多分これ全部で20かな、本作も。これは、俺はまだ死ぬなのか。あ、違うんだ、これ違うんだ、待ってね。あ、違うか、ここ普通に行けと。なんかね、この塩梅がよくわからんな。ここなのか、もしかして。でも進むしかなさそうだぞ。これ多分ここじゃない？さあ、目覚め。あれ違うぞ、待って、なんか D なった。おい、ちょっとナイトメアちゃん、これどこにいんの、どこにいんの。うーん、よくわからんな。あっち側、これそっち行けんの。一応ね、反転がある、叩いていける。悪夢を見せてやろう。あ、でもやっぱ違うんだですね、ここじゃない、行けないか。さあ、となったらこっちか、一旦下るのか、多分下って上かな。あ、これ地下墓地なんだ。頼むぜ相棒。よし、さあ白部で、ここも多分これ壊せないもんなと思うんだよね。つまりこっちか、上なのか。よし、迷路系のステージ、ここ一番複雑かな。俺がいねえとダメね。こっちだ、 OK。 さあブローブ、よしよしで、こっちだ、飛んでいく、ピャー、多分こっちだもんね、戦闘なし。 OK。 ダンテは死んだのか。おそらくはな、やつがダンテを生かす理由がない。いや、死なれたら困るよ、操作できないし、そんな簡単に死ぬはずがない彼が。よし、 またこいつらか。あ、でさらにバフォメット一旦、そうね、こっちへ来い。花のナイトメア悪夢、これ乗るのって強いと思う？皆さん的にどうですか？なんかね、自分そんなでもないと思うんだよね。乗ってる最中にだって何もできないでしょ、他のことを。だからこうやった方が良くない？効率いいと思うんだけど、実際違うのかな。よし、まずいバフメット、ナイス。さあ全員死んだかな。よし、OK です。いや、まだいんのか、どっかに。ああ、こいつがベヒモス、こいつね、どこ弱点なんだろう。まずはね、勝ちはんのか、多分高速号。よし、からのフルボッコタイム。よし、いいぞ、もうちょい、いった、よしよし。いや、でも本当に SSS が取りやすい、この子は。こんなに取りやすいとは。ただやっぱボスがきついかな、長期戦になっちゃうしね。で、どっち、そっちなのか、こっちらしい。ちょっと待ってね、こっちは、あ、ここから来たのか。よし、こう来て、そっちね。
他アイテムないか。こっち行けませんね。よし、ストーブもらって。魔剣スパードか。ネロでも奴に勝てるかもしれん。スパードね。ほんと誰持ってんの。どこにあんの。行けそうか、V。さあ、もうすぐらしい。これボス戦なのか、多分。で、ゴールドオブ。よし。さあ、デスシザーズ。しかも2匹か。これ初のパターン。困ったな。自動化とこっち、こっちも自動化。どうだ、どこ行った、どこ行った。下がって、上に行きすぎなんだよな。戻れ、こっちへ来い、もうちょい。こっち天国は一輪の肌、何時の手で一輪無限を掴む。下に呼んでからの、まあナイトメアかな、無難に。どう、よし、こいつだ。いいよ、いい感じで削れてる。よし、いったか。1匹目に、こいつ。そう、これね、空中ぐるぐる、やっぱこれかな。意図的にこうコマンドで出して、そこ、うんとね、そこはちょっときついな。届かんぞ。ほら、こっちおいで。よし、いった。 OK、 こいつも割と楽に殺せる。すげえな V。 あー、ただ追加増援来た。よし、でさらに肉が来る。ここはナイトメア読んでいく。あとね、ベヒモス来そう。すげえ来そう。おしよ、好きにやれ。こいつ、よし、いった。さあ DT これ解除して、よし、この子ね、死ぬ気がせんわ、正直。 V 君は。あとね、ここオーバーありそう。どう、これが意外とない。これなんだこれ、ひときわ重要そうな祭壇。ただ何にも起きない。なんだろうね。さあ、こっち。ただまだボスじゃないか、電話ないしな。今のところ絶対あるボス前は。これ、ちなみにね、 DMC2、 さっきの話を続きなんですけど、多分ね、ニヘイツトム先生のブラムにすごい影響を受けてると思う。ダンテがめちゃくちゃ無口で、でね、コンセプトアートも告示してるんだ、ブラムに。まあ自分としては好きなんですけど、2のダンテね、無口ダンテ。よし、さあ電話か。試してみようぜ。いや、いいよ、特に困ってない。この気配、魔剣スパードが近い。マジか、そんな近くに。え、つまりトリッシュかな、彼女がいる。よし、さあこっちか。多分これボス戦だわ。行ってみよう。何やってんだろうな、あれ、なんかの儀式、魔剣スパーダに捧げるダンスって感じ。ってよそ者のお断り、閉鎖的なのね。魔剣スパードは返してもらうぞ。お前たちに崇められたところで
スパーダにしてみれば不本意だろうしな。え、スパーダあそこにぶさ刺さってるで、これあれか、雑力じゃないんだこいつら、ボスか。そうね、どうせだったら最初にナイトメアこれ呼んで、でゲージをちょこっとだけ使う。弱ってるやつ、まあこいつかな。よし、いった、一匹いった。で DT 解除、次2匹目こいつかな。で自動化、さあ好きに頼む。さらに自動化、よし。あれ待って、死んだ、よし死んだね。え、今何何かに食らった、なんで今のこれで終わり。いや違うよね、あのボスの体力ゲージがない、多分次ある。さあトゲ、よしぶっ刺せ。よしよし、さあどうかな。だがネロならこれも扱える。あ、どうした。気配を隠していたか。運がいいっつうかなんつうか、しぶといやつ。おい、ブイちゃん、ダメダメ、そういうの良くないと思うよ、俺。お前がユリゼに勝っていれば、こんな…いや…ブイ、落ち着けってな。そもそもお前がいなければ…俺は…やめろ、ダメだって。さあミッション9、発端をクリア。このムービーめちゃくちゃ意味深ですね。多分やっぱりこれバージルなのか、バージルが転生した姿なんですかね、 V さんで。多分そろそろダンテパートも近いね。自分ね、実はダンテさん苦手なんですよ。うまく扱えるかな。
さあでもね、今回も一旦こだわりにして、また次のパートに繋いでいきましょう。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あとツイッターのフォローしてくださると嬉しいです。でもね、また次回デビルメイクライ5でお会いいたしましょう。今回はこの辺で。